申し訳ないけどバカにしていた。日本ハムの指揮を取る新庄剛志は現役時代に阪神、メジャーリーグ、日本ハムでプレーしてきました。そして阪神や日本ハムでプレーした山田勝彦は新庄にとって盟友です。山田は2024年シーズンに新庄政権下でバッテリーコーチとしてキャッチャーを育て上げています。また日本ハムのクライマックスシリーズ進出に貢献。新庄と盟友であり名将野村克也にも認められた山田は新庄に衝撃的すぎる本音を漏らしていました。新庄の盟友山田は愛知県の東邦高校から1987年のドラフト3位で阪神に入団。2003年に日本ハムに移籍し2005年に引退しました。選手として通算795試合に出場して打率2割5厘21本塁打130打点。阪神時代はキャッチャーとして698試合に出場しています。引退直後から休む暇もなく楽天、オリックス、阪神、日本ハムとコーチを歴任。山田はコーチとして球界で高く評価されています。楽天のコーチ時代には野村の下で選手を指導してきました。野村は当時、山田は本当によく研究しとる、朝早くから球場に一番乗りできてるわと高く評価。スポーツジャーナリストの二宮清純は野村が生前に山田を絶賛していた話を本人に直接聞いたようです。二宮によると、野村は山田について真面目ですよ、楽天のバッテリーコーチ時代球場に真っ先に来ていました。ナイトゲームなのに朝10時頃には球場にいた。何をやっているのかというと、ミーティングのための資料作り、熱心な男でしたと話していたといいます。さらに野村が、球団も重宝していましたよ、楽天に来たのも僕が誘ったからではない、彼が私の元で野球を勉強したいと言うから連れて行ったんです。そんな男ですから彼は今後ますますいい指導者になりますよと語っていたことも明かしていました。実際に山田はコーチとして楽天では島本博、オリックスで伊藤光、阪神でも梅野龍太郎、坂本誠志郎を育ててきています。さらに梅野は2024年7月20日に阪神生え抜き捕手初の1000試合出場を達成。梅野は1000試合出場を達成できた背景に山田の存在があることを明かしています。梅野は山田との思い出について、ワンバンとかスローとかキャンプで1年目に一番遅くまでサブグラウンドでずっと付き合ってもらっていました、それが今となっては体に染みついて動きだったり考え方を叩き込まれたイメージ、厳しく叱られたりもしました。1年目のシーズンでそういう経験をしたから今があるんじゃないかなと振り返っていました。日本ハムでは2022年シーズンから新庄が指揮を執っています。新庄は首脳陣を固めるにあたって球界を代表するキャッチャーを育て上げた山田をコーチに招聘。そして2021年11月19日に山田はコーチ就任会見を行いました。一方で山田の阪神退団が発表されたのは2021年11月2日。山田は当時進路に迷っていましたが、決め手は新庄からの熱烈ラブコールでした。10月半ば頃から毎日のようにショートメッセージが来ました。モテる理由が分かりましたねと最後に口説き落とされたことを明かしています。さらに山田はコーチ就任とともに新庄から、山田さんに全部お任せしますとバッテリー面での全権を委任されました。そして2024年シーズンにはタミヤ・ユアがキャッチャーとして台頭し、日本ハムのクライマックスシリーズ進出に貢献しています。指導者として実績があったからこそ、山田は日本ハムのコーチに就任した当初、新庄に本音をぶちまけていました。野村監督を凌駕する可能性。山田は阪神のコーチを退任直後、新庄からの熱烈ラブコールを受け、日本ハムの首脳陣として入閣しました。島や伊藤、梅野などの球界を代表するキャッチャーを育てた名コーチで知られています。梅野に至っては東京オリンピックの日本代表に選ばれるなど、トッププレーヤーにまで上り詰めました。そのため当時のキャッチャーが定まっていない日本ハムにとってうってつけの指導者です。山田はコーチに就任した当時の新庄について、
申し訳ないけどバカにしていた。選手として実績はあるよ。でも十数年バリ島にいてね、今の野球で絶対かなわないやろと思っていた、と言及。しかし今では、俺もある程度いろいろな監督のもとで勉強してきたつもり。野村克也さんや岡田彰布さんから知らないことをたくさん勉強して、そう思っていたけど彼はすごかった。めちゃくちゃ考えているじゃんって、と凄さを実感しているようです。また山田は新庄との思い出について、お互いに独身が長かったから試合後にご飯を食べたり彼の家に行ったりしていた。部屋の壁にでっかいスクリーンがあって、自分でテレビ局から映像を借りて映写機で映し、田淵幸一さんや掛布雅之さんらホームランバッターの映像をずっと見ていた、と言及。続けて、それを見ながら俺に、どう思いますと、俺はキャッチャーだから試合終わりでしんどいのよ。いいんじゃない？もう寝ていいって。それで彼のベッドで寝ていたら、彼は寝ずに朝までバットを振っていた。打撃をずっと追求していたね、と新庄の追求する能力を明かしています。他にも新庄の野球への考え方について、彼も阪神では野村さんの下で一緒にプレーした。今のビッグボス野球は野村さんの影響をかなり受けていると思う。それを言ったら、俺の方が野村監督より上って怒られるかな。ほんまに上かもしれん。野球界の常識で、ここでこのサインはないだろうということもやる。それを貫き通してほしいし、俺は理解して選手に伝えたい、と思いを吐露。また、よく監督の考えを選手が理解できるようにと言うけど、誰でもわかる考えなんて相手にも丸わかり。え、なんで？という策には意味がある。結局、隙をついて相手が考えないことをするわけだから。発想で尊敬する部分は、この先もたくさん出てくると思う、と期待感を語っていました。実際に新庄は2者連続初球スクイズの采配を成功させるなど、球界関係者から高い評価を受けています。一方の新庄は山田がファンから誹謗中傷を受けた際に守ってきました。そのため3年目には強固な信頼関係が生まれています。山田は2022年6月19日、ロッテとの試合後に敗戦の悔しさからベンチ裏で壁を蹴り、右足甲を骨折。骨折の理由について新庄は、ベンチ裏でいろいろ溜まっていたものがあって、壁を蹴ったらちょっと骨折したと明かし、怪我をしてチームに貢献したいと希望する本人を説得して休養を取らせたと説明しています。そして新庄が2022年6月23日に自身の SNS を更新。山田を中傷するコメントに対し、チームメイト、スタッフの文句を言う人間は即ブロックしてます。そんな人間は新庄フリーダムに来なくていい、と苦言を呈しています。新庄の対応を受けて山田は監督としてだけでなく、男としても尊敬していることでしょう。その一方で、2022年7月19日には新庄の新型コロナウイルス陽性判定を受けて山田が監督代行を担当。山田は指揮を取ることについて、攻撃の方はボスがされてましたけど、バッテリー守備側に関してはある程度任されていたので、そんな戸惑いは正直ありません。ボスからは好きなようにやってくださいと言われた、と明かしています。また、せっかくボスがここまでチームを変えてきたので好きなようにはやれないですけど、ボスの意向に沿いながら僕らで考えて必死にやりたいなと思います、と監督を尊敬するコメントまで残していました。山田にここまで言わせる新庄の凄さは研究熱心な一面にあるのかもしれません。テレビ局並みの据え置き。新庄は監督就任前から研究熱心な様子が報じられてきました。監督就任前の2021年には新庄が日本ハムの二軍戦をお忍びで視察しています。そのため当時から一部では球団復帰の可能性がささやかれていました。さらに監督に就任すると、新庄は日本ハムの二軍戦だけでなく他球団の試合もくまなくチェックしています。新庄は就任1年目から生の試合映像による相手チームの研究や2軍選手の状態確認を日課としてきました。そのため2022年4月30日には阪神と巨人の一戦についてコメントを残しています。
新庄が試合前に取材対応を受けた際、唐突に昨日の巨人戦見てました。タイガースのこういうピッチャー、大谷紘陽、彼のバッターのタイミングをずらすテクニックはうまいわ、と絶賛していました。青柳のセットポジションでの首の動きも注目した新庄は、彼はクイックもあるから、バッターはクイックに合わせておかないといけない。常に。それがこう、いろんなことを考えさせられるから。バッターに一番大事なのはタイミングだから、それがちょっとだけでもずらされるとゴロになる、と力説。続けて、あれはもう、すげえうまいし、彼はシンカー気味のボールを投げるじゃないですか。これにも角度を使っている。ピッチャーのプレートの一番一塁側に足をつけている。ここから角度をつけるという、バッターは嫌やしね、と感心していました。加えて2024年シーズンは、これまで以上に研究熱心になっています。本拠地エスコンフィールド内の監督室には5台のテレビを設置した上でタブレット端末も2台常備。これら全てをフル稼働させながら同時進行で行われる他球場の試合から2軍戦までを網羅し、頭にインプットしようと試みています。この件について新庄は、監督室には何台もテレビが置いてある。テレビ局みたい？そうそう。家にもテレビが2台あって、タブレット端末も常に持ち歩いている。全部の試合を見るためにね。あまり時間がないんだけど、セリーグも見る。だから目がおかしくなる。でもそれは最低限の僕の役目なんでね。打球方向とか、チャンスでこの打者はどこを狙いに行ってるかとか。自分が好きなんですよ、データ収集が。それが選手との信頼関係にもつながってくるしね。と言及しています。新庄は球界を超えて研究熱心な様子が評価されてきている模様です。1995年に日本テレビにアナウンサーとして入社し、現在はフリーで活躍する魚住理恵は新庄について、彼は発信上手なイメージですが、研究熱心で見聞きしていいと思ったことは柔軟に練習に取り入れ、選手にも提案しますよね。また他球団のコーチにどうやって練習してるのと聞いてしまう素直さも、既成概念にとらわれないオープンさが彼にとっての聞く力なのだと思います、と絶賛しています。もしかすると新庄が派手な服装や注目を呼ぶ発言をする背景には、ここまで研究してきたという自信があるのかもしれません。新庄が今後どのような采配をするのか注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。